寿永3年、この年はね途中で年号が元暦に変わるんですけど、西暦で言うと1184年ですね。この年一の谷の戦いがあって鎌倉軍は大勝利したんですけれども、この後源頼朝は京都の治安維持のために都に留まることになります。これは別にね頼朝も許可している行為で何も問題はなかったんですが、問題となったのが6月に行われた朝廷の小字幕でございます。小字幕、はい、字幕っていうのは年に2回春と秋に行われる人事異動の発表とその任命式みたいなものなんですけれども、小字幕っていうのは春の字幕、秋の字幕以外に臨時的に行われるので小さい字幕ってことで小字幕っていうふうに言うんですけど、まあ新しい官職を決める会議とその任命式みたいなものなんですね。この6月の小字幕で範頼なんかは頼朝の推挙があったので国司に任命されたんですが、義経の方は何にも任命されなかったんですね。それでそれはあまりにかわいそうだって思った後白河法皇が義経を左衛門の少女兼検非違使に任命したんです。これはまあ何でしょうね、都の中の刑事事件を取り締まる警察の長官みたいなもので、義経が都の治安維持の責任者になったということになります。実はこの時鎌倉にいる頼朝は自分の許しがないと朝廷から官職をもらってはいけませんよって事前に命令してたんですね。なのでこれは明らかに命令違反だったわけなんです。だってね、頼朝にしたら御家人たちが勝手に朝廷から直に官職をもらうようになると自分の存在意味というものがなくなってしまうじゃないですか、うん、なので、まあ、官職が欲しいものはこの頼朝に言いなさい、そしたら自分がまとめて朝廷にお願いしてあげるからねって言ってたわけなんですね、うん、御家人たちが官職を得るためには頼朝を通さないともらえないという形を作ることによって鎌倉殿としての自分の地位を盤石なものにしようと考えていたわけなんですね。ところが頼朝の権威があまり強くなってしまうと困るのは平家もそうなんですけど後白河法皇なんですよ。後白河法皇にしたら頼朝のサポートは欲しい、サポートは必要。でもそんなに強大になっちゃうと昔の清盛みたいに歯止めが効かなくなっちゃうから、そこそこのところでセーブしておきたかったんですね。だから頼朝の許可を得ずに義経を勝手に検非違使に任命しちゃったし、他にも当時京都にいた御家人たちに官職をばらまいたんですね。策略家後白河法皇の面目役所たる罹患策ですね。鎌倉殿と義経をはじめとする京にいる御家人たちの間の仲を裂こうというなかなか陰湿な策なんですね。もちろん頼朝としては面白くはないんですね。ただこの時はまだ屋島に平家も生き残っているし、京の治安維持が必要なのも分かっているので一応黙認したんですね。で義経の方にしたら検非違使になった時に頼朝に叱られなかったので、あ、お兄ちゃんに認めてもらったってこう思い込んじゃったのかもしれないんですが、後にこれがこの二人の兄弟の仲を裂く大きな原因の一つになっていくんですね。一方当初は勝手なね自由任官っていうんですけど、これを黙認していた頼朝なんですが、頼朝って粘着質なもんでね、自分の命令を聞かなかった者たちへの恨みはしっかりがっちりもう心の奥底にしまってあるわけなんですよ。どうしてねじゃあそれが分かったのかというと、実は翌年の壇の浦の戦いで平家が滅びた後、頼朝が都で頼朝の許しを得ずに勝手に任官した御家人たちに対して一人一人に悪口を書いて、もう鎌倉に帰ってくるな、戻ったら首ちょんぱだっていう下し文を出しているからなんですね。下し文っていうのはまあ一応正式な命令書なんですけれども、その中にわざわざ一人一人の悪口をネチネチ書いて、なんというか頼朝のしつこくて恨みがましい性格がよくわかるんですよね。これがねむっちゃ面白いのでちょっと今日はご紹介したいと思います。
まずね、佐藤忠信っていう元はあの奥州の藤原の秀衡に仕えていた人がいるんですけど、この人はね義経天皇の一人で、ずっと平泉から義経に従って鎌倉にやってきた人物です。ちなみにね、お兄さんの佐藤継信っていうのも義経天皇の一人なんですけど、こちらはあの屋島の戦いで戦死してしまったんですね。で、まあこの弟の方の佐藤忠信に対して頼朝は秀衡ごときの従者の分際で朝廷の官職に任命されるなんて見どほど知らずもいいところだ、イタチ以下だって悪口を書いてるんですね。イタチ以下ってひどくないですか。まあ、イタチの気持ちになったらイタチ側としてもちょっとどういうことよってなるかもしれないが、まあひどいかな。ね、イタチにしたらね、俺悪くないって感じでしょうけどね。あとね、あの渋谷茂介っていう人物がいるんですけど、この人のお父さんは渋谷茂国といって、まあ、頼朝が挙兵した初期の頃から従ってる御家人なんですけど、この息子の茂介の方は京に入ってきた木曽義仲に味方をしたっていうこともあって、もともと頼朝の大覚えはめでたくなかったんですね。でもそれでも戦の時にはすごく勇猛に戦ったので感動を許そうって思っていたのに、今回わしの許可なく官職をもらうとは何事かって頼朝は激怒しまして、下し踏みに鍛冶屋に命じて首筋に熱い鉄を巻いてもらってよくよく準備しておくがいい、今に首を切ってやるからなって書いちゃってるんですよ。こうなってくるともうマフィアのねボスの脅し文句みたいですよね。で、あの個人の容姿、見た目に対する悪口を書いてるんですけど、後藤元清なんかはネズミ目って書かれてるんですけど、ネズミ目ってネズミよく見たら可愛いけれどもそういう意味じゃないよね。そうそうそう、私なんかもねネズミって言われたらなんかこう黒くてねクリッとしたね黒目がちな可愛い感じって思っちゃうんですけど、悪口なので頼朝はネズミが嫌いだったんでしょうかね。だから気味悪い目とかっていう意味だったのかもしれませんけどね、なかなか独特なセンスの悪口なんですよね。他にもね、梶原の友影、梶原景時の弟なんですけど、この人にはね声はしわがり、後頭部の頭髪も屏風の城の柄ではないって書いてあって、何なんでしょう、髪が薄かったんですかね。髪が薄いと官職についちゃダメなんですかね。屏風の城になるには髪がふさふさしてないといけないんでしょうか。まあまあ平安時代はね、美しいということがそれだけで才能だったっていう時代なので、見てくれが悪いと官職についちゃダメだっていう頼朝の考えも当時の理屈としてはわからなくもないかなって感じなんですけどもね。他にもあの梶原景高、梶原景時の息子で次男の方なんですけども、これはね前から愚か者だとは思っていたが、任官するとは見苦しいにも程があるって言ってね、愚か者攻撃を仕掛けております。あとね、中村時常は嘘をつくだけが得意とか、あとあの豊田義元なんかは色が白くて顔がおぼつか投げって書いてあるんですけど、おぼつか投げってどんな顔なんですかね。まあ顔色が悪い間抜け面とかなんですかね。この人は他にもね、はっきりしないやつとかもねいうふうに悪口言われております。頼朝の悪口はまだまだ続きまして、平山清重なんかはね顔がふわふわしてるって書かれてるんですよ。ふわふわした顔ってどんな顔よね。なんかマシュマロマンみたいな感じなのかな。ああいうこうなんかぶよっとして締まりのない顔だったのかな。他にもあのほら山之内須藤常俊って言って、あの頼朝の目のとの子で、あの矢に名前を書いて頼朝の鎧をいちゃって首をはねられるところをまあ最後許されたっていう、前にね動画でご紹介したと思うんですけど、この山之内須藤常俊も頼朝の許可なく任官して役立たずってのを知られてるんですよ。まあこれは事実入ってるかなという気もしないかないんですけどね。ともかくね、こんな感じで頼朝はネチネチと一人ずつにね嫌味みたいな悪口を書いて、お前らは須磨川より東に戻ってくるな、勝手に京から所領に戻ったりしたら組み切るからなっていうね下し踏みを送ったわけなんですよね。ただね、こうして頼朝に怒られた御家人たちのほとんどは、まあ後に本当に鎌倉に戻っても首なんかは切られていないんですよね。なので多分この下し踏みの頼朝の怒りと罵詈雑言というのは
おそらく義経に向けられたものだったんだと思うんですね。義経本人の悪口は書かれていないので、直接叱れなかった義経の身代わりに御家人たちを罵倒したんじゃないのかなと思うんですよね。このね、下し踏みのすぐ後に頼朝は九州の御家人とか梶原景時なんかに、義経の命令に従う必要はないという手紙を送っているので、このちょっと笑える頼朝の悪口下し踏みっていうのも、実は義経排斥への布石だったのかもしれないですね。ということで、今日は後白河法皇のご利用しで義経は検非違使に任命されたんですが、それは結構後々大事になっていく大問題だったんですよということと、この時義経と共に頼朝を通さずに任官された御家人たちの頼朝の笑える悪口についてご紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。頼朝ええとこなしやな。本当でこれ本当だからね。でもある意味暇人だったのか、逆にすごくみんなのことを見ていたか、どっちかだろうね。よく見てたのかもね。だって一人一人をこれだけはっきり覚えてるっていうのはね。今回は悪口だったけど、いいところもすごく覚えてて褒めてたのかもしれない、うんうん、あ、なのでやっぱすごい一人一人をよくね、観察してた人だったんでしょうね。この動画をご覧いただいてありがとうございます。気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。